マレンゴ軍はアメリカ合衆国アラバマ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は2万1027人であり、2000年の2万2539人から6.7%減少した。軍庁所在地はリンデン市であり、同軍で人口最大の都市はデモポリス市である。群名は1800年6月14日に、 フランスがオーストリアを破ったイタリアの鳥の近くの戦場にちなんで名付けられた。マレンゴ軍は1818 18年2月6日に、1816年10月24日に締結されたセントスティーブンストリデ条約で直闘族インディアンから獲得した土地にアラバマ準州議会によって設立された。軍名は1800年6月14日、フランスのナポレオン・ボナパルトが マレンゴの戦いでオーストリア軍に勝利したことを記念するものである。この名前は初期ヨーロッパ系開拓者に対する称賛として選ばれた。彼らはフランスから追放されたボナパルト支持者であり、バイオリーブコロニー設立する動きの中で1817年にデモポリス周辺に入植した。軍庁所在地は当初マレンゴ庁と呼ばれていたが、1823年に 林ン,ンに改名された。林ン,ンとは、同じく1800年に、ナポレオンがバイエルンで勝利した戦場、方円リン林ンを短縮したものだった。マレンゴ軍は、アラバマ州のブラックベルト地帯にあり、肥沃な土壌に恵まれていたのだ。1860年には、奴隷24,409人、自由白人6,761人、このうち奴隷所有者は944人。 たった一人の自由夕食人がおり、総計で3万1171人だった。当時778の農園があった。デモポリスには、州内で4番目に古いユダヤ教教会、ビナイジェシュランがあった。1858年の設立だった。南北戦争後、経済は農業への依存を続けたが、プランテーションは小作農園に変わった。第二次世界大戦後、 人口は急速に減り始め、人々は農園を去って、よその製造業の職に就いた。元の綿花畑は、次第に牛や馬の牧草地、木材用森林、生酢を養殖する商業域に変えられていった。1960年代から製造業が入ってくるようになり、製紙工場、製材工場、化学プラントで労働者が雇われた。 軍庁舎は1848年と1965年の2回の火事で消失したが、軍の記録はどちらの時も大半が救われた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は982.85平方マイルであり、このうち陸地977.04平方マイル、水域は5.80平方マイルで、水域率は0.59%である。 西側軍境はトンビックビー側であり、軍北西の小部分がブラックウリア側になっている。デモポリスにあるゲインズウッド、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定。デートンにあるデートン町役場、アラバマ州登録ランドマーク、文化遺産以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ジェファーソンにあるジェファーソンメソジスト協会。 ジェファーソン歴史地区の一部として、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に、指定デモポリスにある、ライアンホール、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に、指定マレンゴ軍教育システムが4つの学校を運営している。デモポリス市とリンデン市には、市が運営する教育システムがある。軍が運営する高校は、アメリアラブ・ジョンソン、ジョン・エーセックス、マレンゴ、スウーイト・ウォーターの4校である。 軍内にはアラバマルーラルヘリテージセンターと地下層、州立公園がある。トンビックビー川とブラックウリア川が軍の西と北の境を形成しており、レクリエーションに使われている。アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された場所28カ所があり、その一つは歴史建造物にも指定されている。さらにアラバマ州登録ランドマーク、 文化遺産2 9件が登録されている。ありがとうございます。